おはようございます。茂木耕作海空研究所長令、今日は令和5年7月13日でございます。砂塚森太郎さん、おはようございます。森本茜さん、善くん、カン君、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺井修華さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。昨日ですね、明さんの 明さんの話したよね。なんだっけ、そうコメントでね、後から見ていただいて、結構シンクった話してくれてみたいな反応いただいたんですけど、明さんが走りを誰に教えたいのかっていう話をね、結構何回も前からしてて、まあ、要するに学校で行くとクラスの真ん中よりも後ろになっちゃう、まあ真ん中から真ん中より後ろっていう人が基本的には世間の大多数、まあ当たり前だね。でもそのそういう人ほど伸びしろは余計にでかいわけで、でそういう人の伸びしろに少しでも関われたら素敵だよねっていうのが、まあ明さん自身が自分がそういう人だったからっていうのもあるし、でなおかつその自分が40超えてもこんなに成長できたっていうことを考えたら、その小学生のうちになんていうか、ひょっとしたら諦めの気持ちになってしまうっていうのが、まあ、どんだけもったいないかと、でもそのままで、こうずっとさ、なんていうの、かたくなにさ、引っ込み思案になってるわけじゃなくて、まだ生きてるに、ね、期間が短い分だけさ、ちょっとしたきっかけで、あ、じゃあもうちょっと前出てみるかと、ちょっとやってみるかっていうのも、大人に比べればさ、はるかにね、ちょっとしたきっかけで前に行けるっていうね。これはだからそこに40年引っ張ってから自分みたいにこう大人になってから楽しくなるのも素敵なストーリーなんだけど、もう子供のうちに実はもう本当に最初からそんな苦手意識なんてあったことも忘れたぐらいな方がね素敵なんですよ。で多分秋田さんはね、そういう人を増やしたいんじゃないかなっていう、まあそんな話だったんですけど、それでけど、まあ今こう喋るとさ、まあまあ尺食っちゃうわけよっていうね。でも一言でプロフィールにそれを伝えたいみたいな感じになるとちょっとむずいんですよねっていうね。気持ちはすごいはっきりしてるんだけど、まあ、悩んだらベースポジションぐらいのこうキャッチフレーズだけじゃなくて、一言プロフィールで自分の人柄表してて、で誰に伝えたいのかもう一言入れてっていうのね。まあ、その一行って意外と難しいよねっていうコメント欄でのやり取りがありまして、本当そうなんだよねそのこれはもうノウハウとかじゃなくて、こういうことこそ、なんかこういうのを考えていくプロセスこそ、多分そのオンラインサロンの、まあ、研究所として研究したら楽しいよねっていう題材の一つかなって思いましたね。なんか昨日ね、全然正解ないし、そのご本人だってさ、まあとりあえずこれでって言ってまずね、その案内ページに一言書いてある日スタートする日が来るんでしょうけど、だけど変わってったっておかしくない話で、そういうの永遠不変のプロフィールってことでもないんでしょうし、まあ1回2回3回ってこうね、練習会を積み重ねていったら、あ、本当はもっとこうなのかもとか、より具体的にいい言葉がその来てくれた子供たちから聞こえた声で反映させた方がスッキリする言葉になったりとかあると思うしね。まあ、だから全然そのノウハウだとか答えがあるような話では全くないんだけど、でもなんかまあある種些細な題材といえば些細、あ、友人さん、おはようございます。ささやかな題材といえばささやかな題材なんだけど、
割とこだわって掘り下げてみる面白みはあるんじゃないかなっていう、その長い文章を書くのもね、筆力を鍛えるっていう、まあある種こうね、広い世界ありますけど、でもそのアキラさんみたいにこう喋りすっきりパーンってこういけていて、まあ書こうと思えば全然アキラさん書けると思うんですよね。だけど一言プロフィールっていう感じで、まあ100文字とか150文字とか、そういうところに行くと、あれ意外と難しいなってなってるんでしょうね。これはなんか面白いなと思ってね。500文字で説明しきってくださいって言われたら割と書けるんだよね。その使ってもいい言葉の数の余白がさ、こう選択肢が与えられた方が書きやすいっていう。だけど100文字以内ですとか150文字以内ですとかで絞られると途端にあれってなるっていう、その文字はさ少ない方が楽なように見えて、すっごい狭い部屋にうまく入ってくださいみたいな、これむずってなるのもね、これも本当に競技なんですよね。こう競技と一緒で、要するに 500m 走と 100m 走で、まあ使い方違うよね、筋力のね、っていう話だと思うよ。だからまあそれこそスプリントテクニックを学ぶのとマラソンの練習するのと全然違うよねっていう違いなんでしょうね。まだ僕も別にキャッチコピーのさノウハウなんて知らないですよ。でその文章もさ、なんていうの、書く仕事といえば書く仕事なのかもしれないけど、じゃあその人に文章の書き方を教えますみたいなことができるような何かあるのかって言ったら別に何もないんですけど、っていうね。まあだけど人よりは分量書いてるかもしれないですね、そのお仕事から書く量が多くなるお仕事をしているとは思うんですよね。なんでなんかそのよく聞かれるんですよ。なんていうか、どうやったらいいんですかみたいな、どうやったらこういう風に書けるんですかみたいなのを聞かれるんですけど、いや考えて書いてるわけじゃないから、そのもしまあでもあれだね、マインドの部分は大きいですよね、結構ね。喋るように書くっていうのがまずはなんていうかな、まあ文字数制限気にしないときはまずは喋るように書くっていうのが一番ありますかね。だから例えば今友人さんに話しかけてるつもりで話している、まあ実際そうなわけですけど、これを文章文字を書くときも友人さんに喋りかけるように書くんです。そうするとまあ無駄な言葉増えるんですけど、まあ、つなぎが適当だったりとか、なんだろうな、考えてないから構成があやふやだったりとかするんですよ。だから要するに非常に不完全な状態で文章をまず書きを生み出すっていうプロセスから入るんですけど、でも一回そのこう文字のいいところはこの自分の外側に出して固定して自分の目でこう時を置いてからもう一回見るっていうのができるんですけど、そこにね、そのもう一回戻って帰ってきた時にやっぱりその 無駄も含みつつ、でも生の一時情報が全部ドサッと出てるような状態でもう一回こう冷静になって見た時に、なんていうか抜け漏れないというか、でもダブってる場所がたくさんあるから、であと順序を入れ替えた方がいいよなみたいなことがたくさんあって、それを後からこれこことここでダブってるから後ろの方だけ残して前の方は削っちゃおうとか、2番目の話と5番目の話入れ替えた方がしっくりくるなみたいなことをこうブロックみたいにこう組み替えて、なんていうか、そうするとまあまあ、あ、いい感じじゃないっていう、だんだんすっきりしてきて、でさらにそのそれをその全体で言いたかったことを
一番コアな部分はどの辺かなみたいなものをキーワードをこう1個2個3個ぐらい決めて、これを中心にして100文字に組み替えると次どうなんだろうなみたいな、まあなんかそんな感じの順序ですかね。なんか段階を追ってる気はしますね、僕の場合はね。でまあだけど昨日アキラさんにお答えしたところは、まあ、その順序を組むのがいや面倒でした面倒だったんでチャット GPT に聞きました。まあアキラさんがですねこういう風にしたいと思ってるんだけど、なんかいい感じになるようなあの150文字ぐらいの一言プロフィール考えてくれませんかと。でこれその1個あのこれだよっていう風に人工知能に押し付けられると尺なんで、まあ、10個ぐらい提案してみてもらえないっていう聞き方をするわけですよ。そのまあ10個提案、雰囲気の違うものを10個提案してきてくれて、まあまあなんかどれもそれらしいんだけどちょっとずつ違うと。まあ確かにな、確かにどれも見ても確かにって思うような感じなんだけど、でもどれ見ても100点ではないんですよね、要するに一旦目においては。で、そうだな、ピンと一番来やすいのは8番目のやつかな。でこれをもとにちょっと3番目に含まれてる提案の要素の後半部分をちょっとニュアンス混ぜて、まあ自分っぽい言い方の語尾にするとこっちかなみたいなのをちょっと付け加えて、まあ、これにしてみようと思うんだけど、この雰囲気でもう3パターンぐらい作ってくれませんかとめんどくせえやつだなと人工知能だから思われないということですね。まあ、3パターンぐらい この軸にして3パターンぐらいもうちょっとバリエーションつけてもらえませんと。で、まあ、よかったら改善、もうちょいそのこの案に対する感想とか印象とか、改善点として具体的にどうしたらいいのかっていうのも含めて教えてくださいみたいな聞き方をすると、バーッとこう3パターンを出しつつ、あの印象としてはこういう風に見える文章ですよと感想を教えてくれて、で、うん、すごくいいですけど、あの直すとしたら、まあ、こういうところをすっきりした方が子供には伝わりやすいんじゃないですかみたいな、それを本当にもっともやなというねお答えが返ってきてですね、なるほどなと思いながらもう一回考えて、だとするとこの一言ちょっとカタカナにしてこういうふうに置き換えて、これでどうかなと、これどうって言って多分俺が考えたことのようにねこれどうすかねみたいな感想をちょっと俺はいけてると思ってたけど、感想聞かせてもらいますみたいな感じで AI に聞いてんだよ。そしたらいいですねみたいなそのすげえ優しいシンプルだし親しみやすいですみたいな、でなんか最後にもう一つ改善するとしたらみたいな一言くれたかもしれないんですけど、まあそれでじゃあここに落ち着くかな、まあ要するに3回ぐらいの対話のやり取りを AI とやって、でまあさも俺が考えそうなあのノリに、最終的に仕上がるものとしては多分俺が一から考えてたとしてもここに行くだろうなと。だけどまあ要するに3日4日5日かけてたどり着くようなあの、まあ、文章の吟味みたいなさ話をまあ要するに5分か10分ぐらいの往復でいけるよねと。でも結果はほぼ同じなんだよね、たどり着く結果はね。だけどなんていうか早くなるよね、明らかにね、何百倍もっていうやり取りだなと思いつつ、うん、だからそのなんていうか目的地にたどり着くという結果自体は全く変わってないんだけど、まあわざわざ歩いていかなくても電車なんだから電車使えばっていうぐらいな感じですね。その東京に出るのに歩いて行ってたらその
いちいちさ、2日3日かけなきゃいけないわけ。2日かかんねえか。まあでも1日かかっちゃうね。どう頑張って歩いたってさ。まあ、5、60キロあるから、まあそんなもんだと思う。寝ないで歩いて。1日かかっちゃうんだけど、まあ電車で行けば1時間じゃんみたいな話なんですよ。そういうことだなと思って。で、まあ、なんか、まあそんなコーナーで、秋田さんの、プロフィールはね、まあ、明さんが結局自分で考えるんですけど、まあ、なかなかいいご参考というか、提案できたんじゃないかなっていうね。どうですか、すごい俺の中では明さんのイメージがすごく出ている言葉が並んでいるなっていうふうに割と思ってて、うん、それでもね、なんていうか、それは完成形じゃなくて、本当にこう秋田さんの中での一番しっくりするくるものっていうのはやっぱり秋田さんでしか感じ取れないことだし、そのびっくりマークを1個にするか2個にするかとかそういうレベルでさ、いくらでもあんだよやっぱりね、その人にとって自分にとって一番しっくりくるなっていう言葉っていうのは、たかだか100文字かそこらの言葉のね、なんていうか、まあよくある言葉の並びでもある、そんなひねりのある、プロフィールを書いたわけじゃないですけど、だからまあ一から考えてたってそんなに難しくない言葉が結局は並んでるだけだと思うんですよ。だけどそれでもそのアキラさんなりにここはこっちかな、この文章とこの文章を入れ替えた方がスッキリくるかなとか、いつも普段自分がこう 40年使い続けてきた言葉の感覚に従うっていうか、そっちの方が多分ね大事なのかもしれないですね。ということでちょっと楽しみですね、どんな感じになるか。前回ね、砂塚さんが悩んだら筋トレからの、じゃあまあ僕がもじって悩んだらベースポジションっていうのはどうですかは、一回採用されてるんで、ぜひ今回もね、参考にしていただければなと思います。まあなんか、これ文章の書き方講座ではないんだけど、ただなんか文章書く時の考え方って多分みんなそれぞれあるんだけど、あんまりそのこういう風に考えてこういう風な順序でどうやら自分は文章を書いてるようであるっていうのはあんまりその客観視しないよね。俺も今初めてやりましたけど、これお互いやってみるのは面白いかもしれないですね。だから友人さんには友人さんの文章書く時のなんかあんまり考えないで書いてたけど、よくよく考えるとこういう風に組み立ててんなとか、なんでここでこういうふうに段落を区切るように自分はしてんのかなとか、見出しっぽいものっていうのはこういうふうに言葉を選んでんなとか、後から書いてから後から見出しを選んでるか、見出しをつけてから書くことを選ぶ、書くことがこう流れ出るように喋って書いてるかみたいなのって、ね、まあどっちもあると思うんだよね。でもその人のなんていうか思考の癖っていうか、だから言語化しない限りは見てる方はさ全然わかんないわけよ。その文章を読んだだけではその人がどういうその思考回路で文章を組み立ててるかとかわかんないんだけど、これはなんかなんていうんですかね、そこをお互い内部公開し合うっていうのは面白いかもしれないですね。そういう感じで文章書いてんだみたいなのって面白い、結構驚きあると思うんですよね。よく考えたら俺違うなって思うと思うし、その自分の文章を書く時の思考回路を一人でメタ認知しようと思ったら結構難しいと思うんだけど、まあ普段こう言葉のやり取りを割と回数多くしてる人同士でそれやるっていうのは、まあ、確かになんか喋る時もそういう感じあるよねっていうのはこう分かるからね。だからこれは面白い
企画かもしれないです。今考えましたが、どうですか。で、なんかその頭の中の文章を書くときの思考回路みたいなのって、あのノウハウでもないしスキルでもないけど、まあその人とその人の人となりそのものでもあるんだけど、だけどそれ見て他の人も文章を書くときに参考にはなるよね。あるいはそのそういう思考回路の人に、伝わりやすい文章ってこっちの順序の方がいいんじゃないかなとかっていう想像も当たるかもしれないし、これはなんか結構面白いかもしれないですね。うん、あんまり見たことないというかちょっと研究所っぽいネタを探しておりますまあなんかあのサイエンスなのかどうかは分かんないけど、ただなんかその別に法則を見つけようとかじゃないんですけど、まあサイエンスのゼロ歩目というか一歩目というか、要するに、実際に目に見えにくいんだけど実際に起こっていることをあのそのまま記録するっていうことですね。でその記録の蓄積がいつぐらいになったらこう誰かしらがこう勝手に法則を見出したりとか、傾向を見出したりとか勝手に後からするかもしれないけど、まあ、されなくてもいいよねっていう、まあそな生の記録を保存しただけで、まあ、科学のゼロ歩目かなっていうことでまあよかったらまあ、そんな話も、ね、含めてちょっとアキラさんの一言プロフィールネタでこんなに膨らませる予定ではなかったんですけどただね、割とどうでもよくないんじゃないかなと思って、多分あの一言を自分で割とこうすっきり納得するまでアキラさん考えてるから引っ張ってるんだと思うんですよね。で その納得してすっきりした言葉を持った状態で、練習会開催するとか子供たちに集まってもらうとかだと、これまた雰囲気変わると思うんだよね。全くなくて集まってもらっても全然いいと思うけどさ、なんか言葉を、僕はこういう言葉でプロフィールを固めていつもこれを言って始めてますみたいなのがこう軸になると、すごくこうなんていうか、その軸に沿って子供たちの気持ちもそっちに寄ってくるとかさ、そういうのあると思うんだよね。繰り返し言ってるとさ、あ、なんか俺もそうなりたいな、それに共感するなと思って最初来たんだけど、もう、ま、やればやるほどその言葉がこう自分に染み付いてって、そう動くように、自分の体を動かせるように自分を作り上げていくっていうか、それは勝手にねある気がする。お話聞いててキャッチフレーズなどを短く要約する文章や文字ってとっても難しくて、それが奥が深そうだなと思いました。ツイッターの短い文字数で伝えるのとすごく苦手意識があったんですが、そういうことかと気づきました。なるほど、まあ確かに確かにね、そうなんだよね。ツイッター得意な人とさ、ツイッターで縛られてる文字数の方が得意な人とさ、長く余白用意してくれない、た方がどんどん書けるっていう人と、まあ、結構分かれるよね。それはそういうことなんでしょうね。長距離走と短距離走の違いぐらい違うんだと思いますね。で多分その人の中での普段からの思考回路が文章が長くなる方が得意なように、普段からの思考がこう回ってる人はこう自然に長い文章が出てくると思うんですよ。でも普段からこうパキッとこうなんていうか、ワンフレーズで切り分けて物事を見てるっていう癖がある人だっていると思うんだよね。バッと見てあの景色を、あ、こうだなって言って、自分にとってしっくりくる言葉を瞬時に探すっていう瞬発力のある言葉の、まあ、脳内、言葉発してなくても脳内で結構それをやってるっていうのがね、あんじゃねえかなっていう気はしますね。それがだからその SNS の発信の、まあ、得意不得意なのか、まあ傾向なのか分かりませんけど、そういうところにも結構出てんじゃないですかね。だから別に SNS だけじゃなくてブログでも、なんだろう、お仕事の出張報告とかさ、
業務報告とか、まあ、あらゆる文章ありますけど、全部そういうところに結構出るんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい。そう、それでさ、もう30分喋っちゃったけど、あかねさんが今朝ね、PTA うちはこんな感じですよみたいな教えしてくれたじゃないですか。あれもうほんと素敵な、案内文からしてね、そのいいチームなんだろうなっていうのがすっげえ伝わりますよね。あれね、できる時にできる人ができることをやると、あそこキャッチ、まああれもある種のキャッチフレーズだと思うんだよ。でもその PTA のチームでできる時にできることをできる人がやるっていう、その軸をこう定めてて、みんなこう価値観を共有していて軸が定まってるっていうのは、その BTA のこうチームの雰囲気をこう前向きにするってことにかなり強力に作用してる気がしますね。あの手紙見てて思ったんですけど、それで なんかそのまあやってること自体はさ、どうやって募集するかとかやり方自体は なんていうかそんなにその特段のさ工夫として他と違うことやってんのかって言ったら、まあまあ順当というか、あの普通にごく普通に運営されてると思うんです。まあまあ、よくあるやり方でも、なんかやってること全く変わんないのに、お仕事も変わんないし募集の仕方も変わんないし、まあ決め方も変わらないんだけど、たった一言だけ違うのが、常にみんなができる時にできる人ができることっていう意識でやってますよっていうのを共有してるっていうだけの話なんですよね。そうするとまあみんなこう前向きな気持ちで、やらない時はやらないし別にごめんとも思わないっていう、でやる時にやるっていうのも楽しいからやってて、前向きな気持ちで取り組んでるから、まあ、話が早いし仕事も早いしまあ結果やってて楽しいしうまくいくよっていうね、まあ、そっちのサイクルにすっげえ入ってんだろうなっていうのが、あのお手紙一枚見ただけですっげえ伝わるっていう、すっげえいい話だなと思いました、あかねさんのね、はい、まあだからまあ僕のところも今ね会長さんがこう頑張って変えようとしてるっていう話をこうちょこちょこここのこしてますけど、まあ、それをこう会長の気持ちがこういう風に変えたいんだよっていうのが現れるように、一言こういう風にひねってみたいと、ほんと語尾の些細なことですよこのフレーズワンフレーズあえて入れるから、なんかその後ろ向きになっちゃうんじゃないかなみたいな、その入れちゃいけない言葉じゃないんだけど、ない方が前向きに読めるんじゃないかなとか、なんか申し訳ないんですがみたいな感じのさ、そういう風にするとすごく嫌なことを頼まれてるのかなって感じになっちゃうけど、すごく楽しいので一緒にやりませんかみたいな一言の雰囲気に受け取れるかとかって、本当語尾の一言なんだよねっていうね、まあ、なんかそんな雰囲気にしてみたよっていうの、僕もね一応初期なのでね、その一言にちょこっと関与するみたいなやり方でですね、ささやかにまあ変えるって言ったら大げさな話ですけど、自然に変わっていく流れの中にこう、いい方向に変わるきっかけの一部に自分もいたよねっていう、まあ、それぐらいの感じですかね。そんな背負ってるような大改革するぞみたいな話ではないんですけど、まあだからその大々的にね PTA はもう脱退だとか全部外注だとかあるんですよ。実例としてはあるし、それでうまくいってるとかいい話も結構あるっちゃあるんですけど、まあそれにするならそれにしても全然俺は反対じゃないんだけど、ただまあなんていうかささやかな一歩でも変わったら面白いよねっていう感じから今ねこうやってるっていう感じですかね。はい、ということで皆様今日はどなたと笑いますでしょうか今日も良き一日をお過ごしくださいませ。じゃあね、友人さんありがとうございます。